私は藤永あゆみ、中学2年生の娘がいる40歳の主婦だ。今日は夫の亮太も含めた家族3人でショッピングセンターに来ている。お母さん、これも買って。こら、ミカ、勝手に入れないの。でも美味しそうだし。お菓子はうちにまだたくさん残ってるでしょ。戻してきなさい。はーい。私にはある悩みがあった。それは、あゆみ、これ買ってくれ。これと、これ、あとこれもな。ちょっと、ビールにお刺身、牛肉にお惣菜って、これ全部、亮太の晩酌用でしょ？そうだけど、それがどうしたよ。自分の分は自分で買ってよ。家族用の生活費からは出さないからね。カゴの中に入れないで。はぁ？なんだよそれ。ケチくさいこと言わなくていいだろ。亮太は大雑把な人で、お金に対しても無頓着な人だ。ちょっとでも気に入ったものがあれば、後先考えずにすぐ購入する。だからといって、借金するほどの浪費家というわけでもなかったので許してきたが、娘が大きくなってきた現在もそれは変わらない。それに最近は、っていうかさ、生活費だって元はといえば俺の給料だろ。俺が稼いだ金で好きなもの買って何が悪いんだよ。はぁ？確かにあなたのお給料から出してもらっているけど、これはあなた個人のお金じゃなくて家族のお金でしょ。それに私だってパートで働いてるんだけど。パートのお金ってそんなのビビたるもんだろ。まあ、こうして頻繁に俺の稼いだ金ということを口に出すようになった。じゃあ俺は先に車に戻ってるから。いいな、これはちゃんと買っといてくれよ。ぐっ、なんなのよあの態度。なんなの、お父さんばっかりずるいよ。亮太はお金を稼いでいる自分の方が私やミカよりも偉いと思っている節があって、ミカの教育にも良くないと感じ始めていた。そしてそんな亮太に輪をかけて散財癖が激しいのが亮太の母だった。ある日、近くに住んでいる義母が我が家にやってきた。お願いよ、あゆみさん、お小遣いちょうだい。ほんのちょっとでいいの。お母さん、やめてください。私にお願いされても困ります。お父さんだって、元公務員の堅実な方ですし、お金に困ってないんじゃないんですか？ほら、あの人ももう定年退職しちゃったでしょ？ない袖は触れないってやつ？頼んでもくれないのよね。はぁ、ちなみに、いくら欲しいんですか？50万くらい？え？それのどこがちょっとなんですか？そんな大金無理ですよ。そんな冷たいこと言わないでよ。限定品のブランドバッグが発売されて今しか機会がないのよ。今買わないと一生手に入らないものなの。そんなの知りませんよ。とにかくうちにはそんなお金はないので帰ってください。こうして義母を追い返したのだが、その夜、おい、お袋から聞いたぞ。お前、困っているお袋を冷たく追い払ったんだってな。バッグを買うために50万くれって言ってきたから断っただけよ。うちの家計を考えたら断って当然でしょ。母さんはどうせ追い先短いんだ。小遣いくらい渡してやってもいいだろうが。いやいや、50万よ。お小遣いっていう金額じゃないでしょ。もしどうしてもお母さんにお金をあげたいなら、それ以上に生活費をちょうだいよ。それか亮太の小遣いの範囲でお母さんにお小遣いを渡してあげればいいじゃない。それなら私も問題にしないわよ。なんだよ、元はといえば生活費も小遣いも俺の稼いだ金だろ。俺の稼いだ金なんだから、俺の母親に渡してやったって問題ないだろ。はぁ、なんなのこのマザコン夫。いつもお母さんにだけは甘くって。とにかくお母さんにあげるお金はうちにはないから。身勝手な夫の態度に私の怒りは募る一方だった。ところがそれから3日後。ちょっと、どういうことよこれ。ミカの口座のお金がごっそりなくなってるんだけど。なくなったのは今後の学費のためにと娘の名義で貯めていたお金だった。私が何年も前からパートで浮いたお給料をコツコツと貯金していたものだ。そして犯人はもちろん。どういうことなの？ミカのために貯めていた70万円が引き落とされてたんだけど。ああ、あれな、俺からお袋に渡しといたから。やっぱり亮太だったのね。信じられない。どうしてそんな勝手なことしたの？ほら、お袋がブランドバッグ欲しがってたんだろ。残りは温泉旅行の資金にでも当ててもらえばいいかなって。お金の使い道を聞いてるんじゃないの。なんで勝手にそんなことをしたのかってことを聞いてるの。だって、歩みに行ったってお袋にお金を渡してあげる気がなかっただろ。当然よ。だからだよ、お袋がかわいそうだと思わないのか。じゃあ聞くけど、ミカはどうなるのよ。あのお金はミカのために貯めていたお金なのよ。ミカはかわいそうじゃないの。学費くらいまた貯めればいいだろ。追い先短いお袋とまだ若いミカ、どっちが緊急性が高いか考えたらすぐわかるだろ。はあ、それが父親の言うセリフ。さっきから何なんだよ。あの金だってどうせ俺の稼いだ金だろうが、いちいち文句つけるなよ。いやいや、あのお金は私が働いた給料からコツコツ貯めてきたお金で、あなたの稼いだお金じゃないわよ。もう限界だった。娘のためと思ってこれまで離婚を我慢してきたが、娘にとってさえ害悪ならば一緒にいる必要なんてない。私は早々に荷物をまとめて、ミカと一緒に私の実家へ向かった。
事情を聞いてくれた私の両親も私の意見に同意してくれた。あいつはそんな男だったのか。ほんとひどい話よね。涼太さんがそんなひどい人だったなんて信じられないわ。離婚するにしても準備が必要だろうから、ここでゆっくりしながら考えなさい。ありがとう。とりあえずいろいろ決着がつくまでしばらくお世話になるね。よろしくお願いします。そして実家に来てから2週間経ち、涼太から連絡が来た。おい、もう気が済んだだろ。いつまで実家にいるつもりなんだ。はい、何か勘違いしているみたいだけど、私もミカも戻るつもりなんてないわよ。はあ、どういうことだよ。離婚しかないでしょ。娘のお金を勝手に引き出した泥棒と一緒にいられるはずないじゃない。泥棒ってなんだよ。娘のお金って言うけど、俺の稼いだ金を俺がどう使おうと勝手だろ。だから、いや、もうこれ以上説明するのもめんどくさい。こんな理解力がないバカとはもっと早くに離婚するべきだったわ。はあ、ふざけるなよ。離婚したら家のことは誰がやるんだよ。知らないわよ。愛しのお母さんにでもお願いしてみたら。あのな、たった70万くらいでなんでそんな怒ってんだよ。たった70万って。あなたはいつも使ってばかりだから、それだけ貯金するのがどれだけ大変か分かってないでしょ。いや、だからそもそも俺の稼いだ金で。またそのセリフ？何か勘違いしているみたいだけど、私だってミカが小学生の頃までフルタイムで働いていたわよ。自分だけが家族を養ってきたとか思ってるんじゃないでしょうね。ぐっ、でも事実だろうが、俺の稼ぎがなかったらお前もミカも生活できなかったろ。じゃあ私の働きはどうなの？私が家事をしてあげてるから、あなただって仕事に集中できてたんじゃないの？パートのお給料だってないと今みたいな生活は送れないわよ。だからって何も離婚なんて。あなたとは価値観が違うの。一緒にいることがそもそも無理なのよ。離婚届は記入したものを郵送するから。あと弁護士さんにも相談して、養育費に関しての書類も作成してあるから、それもよろしく。ちょ、待てって、まだ話は終わってないだろ。もう話すことなんてないから、さようなら。はぁ、あ、思ってたことはちゃんと言えたかな。少しだけすっきりしたかも。それから数日後、我が家に意外な来客があった。涼太の父がうちの実家までやってきたのだ。本当にすまなかった。まさかあいつらがそんな勝手なことをしとったなんて知らなくて。あの、お顔を上げてください。別にお父さんは悪くありませんから。いや、私の監督責任だ。あゆみさんとミカには迷惑をかけた。大変申し訳ない。いえ、もう済んだことですから。ミカもすまんかった。お金はじいちゃんがちゃんと返すから、それで許してほしい。うん、貯金の件はもともと私は知らなかったから別に構わないよ。お父さんとは二度と会いたくないってだけで、おじいちゃんのことは好きだし。その、大丈夫なんですか？退職してあまり余裕はないんじゃ。ああ、それなら心配いらん。そうでも言わんと妻に無駄遣いされるってだけで、現役の頃からあいつの知らないところでしっかり貯金はしとるからな。そうだったんですね。だったら安心ですね。どうやら義父は義母や両田側ではなく、こちら側の人間だったようだ。例の口座のお金は義父から返済してもらうことになった。その後、両田とは無事に離婚した。義父が私の味方をしてくれたおかげで、美香の養育費についても両田から一括で振り込ませ、綺麗さっぱり縁を切った。そして元義実家では、お前らには本当につくづく愛想が尽きたぞ。何よ、私は悪くないわ。元を正せば、あなたがお小遣いくれなかったからじゃない。そうだ、親父のせいでこっちは離婚されたんだぞ。養育費の支払いで借金も作ったし、どうしてくれるんだよ。相変わらず身勝手な奴らだ。これまでは家族の情だと思って辛抱してきたが、もううんざりだ。何よ、いきなり。お前とは離婚だ。亮太とも縁を切る。俺がコツコツ貯めてきた大事な老後資金をこれ以上食い潰されてたまるか。な、いやよ、離婚なんて。そうだよ、お袋がかわいそうだって思わないのか。そんなの身勝手すぎる。かわいそうだと思う限界を超えてるんだよ。だったら亮太、お前が母親の面倒を見てやればいいだろ。まあ、亮太が養ってくれるの？ちょ、俺まだいいなんて一言も。それに俺には金がないんだよ。価値観が合う者同士仲良く暮らせばいいだろ。こうして宣言通り、義父は義母と離婚した。その後は亮太が義母を養うことになったそうだが。ああ、また新作買っちゃったわ。次はどんなのにしようかしら。もう俺の稼ぎは全部借金の返済で消えてるんだよ。頼むからもう勘弁してくれ。相変わらず収まらない義母の散財ぶりに、今ではすっかり首が回らなくなっているらしい。一方の私は実家の助けを借りながら仕事も見つけ、ミカと幸せに暮らしている。なあ、あゆみ、俺が悪かった。頼むからよりを戻してくれ。へえ、どういう風の吹き回し？また家族みんなで仲良くやろう。それで俺の借金を返すのを手伝って。はっ、論外だわ。その借金こそ俺が作ったお金でしょ？マイナス分だけど。自己責任なんだから他人に頼ってるんじゃないわよ。そんな。
もう二度と連絡してこないで。涙声の涼太からの電話を打ち切った私は、そのまま連絡先をブロックしたのだった。